こんばんは、サトルです。今日は自律神経を副交感神経優位にしてよく眠るための夜のヨガを行っていきます。自律神経はご存知でしょうか？聞いたことある人がほとんどのようですが、自律神経は2つあってですね、交感神経と副交感神経の2つあります。すごくシンプルに言うと、お昼は交感神経でアクティブに、お家に帰ってリラックスしたら副交感神経優位となってよく眠れるよというのが正常なのですが、自律神経は結構簡単に乱れてしまいます。自律神経は体のことを管理している神経なのですが、感情で乱れます。不思議ですね。人間って体のことをコントロールしている神経は感情の影響を受けるんですね。お昼間に慌ただしく過ごして、まだ気持ちがこうせかせかイライラしてると、お家に帰っても副交感神経優位とならずに眠れない、体調が優れないという状態になります。自律神経失調状態と言いますが、案外誰でもが経験したことがあることです。今日はヨガで自律神経を副交感神経優位に導くわけですが、深い呼吸して、ゆるいヨガをして、ストレッチして、気分よくなりましょう。気分はすごく大事です。だからあまりポーズにこだわらず、競わず、ゆるく、心地よく、優しく、丁寧にやってみましょう。ということで、今日も一日お疲れ様でした。じゃあ一緒にヨガをやりましょう。チャンネル登録がまだの人は登録することでヨガライフを始めてみてください。では今日最初、仰向けで膝立てて呼吸しましょう。両手であばら骨触って、吸う息で鼻から吸って、あばら膨らまして、ゆっくり吐きます。見やすいように僕だけ座りますが、皆さん寝転んどいてください。また吸ってあばらが膨らんで、吐く息でしぼんできます。肋骨って動きますね。どんなに硬い人でも少しは動きますね。呼吸で動かしてみてください。呼吸ってもちろん空気のやりとりだけど、呼吸が胸を広げてきます。人間、体も心もガチガチだと胸が閉じて、この呼吸が浅くなって肋骨がなかなか動かないです。これをヨガのポーズで緩めるというより、呼吸が内側から広げてきます。その気分もすごく大事。じゃあ吸い切ったら止めて、もっと吸って膨らまして、もっと吸って膨らまして、止めてちょっとキープで、お腹はへこましておく。ゆっくり吐きます。長く長く、僕に合わさなくていいです。自分のペースでいいです。吸って膨らまして、背骨長くなりながら吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って、止める、お腹へこます、ちょっとキープ、顎引く、吐きます。長く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 、手がだるい人はたまに下ろしたりして、もう一回吸って、もっともっと長く吸ったらいいですよ。吸える人は本当に個人差があるので、吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って、止める、お腹へこます、背骨長い、顎引く、肛門ほんのり締める、骨盤底筋群。じゃあゆっくり吐いて、長く長く、長く長く、長く長く。吐き切ったら手をほどいて、手の甲が床かマット、しばらく普通に呼吸して。今度胸の上を押さえます。ここのとこね、ここに吸う、吐く、普段送ってなかったとこまで呼吸で胸を広げます。普段送ってなかったとこまで呼吸を送って胸を内側から広げます。
呼吸の音はどんな音がしますか？音聞こえますよね、呼吸の音。吸い切った人から止めて、もっと吸って、もっと吸って止める。お腹へこます、背骨長い、顎引く。ゆっくり吐きましょうか。長く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 。じゃあ繰り返して、また吸って。吸い切ったら今度止めて、もっと吸って。吸えるんだったらもっと吸って、止めて吐きます。吐いて吐いて、もう一回だけ深く吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸う、もっと吸う、止める。お腹の下の方がペッてへこます。じゃあゆっくり吐いて、長く吐いて、長く吐いて、長く吐いて。これで汗かく人もいるぐらいです。で、両手ほどいて、胸とあばらどっちも使って、鼻から吸って、鼻から吐く呼吸。両かかと天井上げて、右足を曲げて4の字。これ僕同じ足でやります。右足曲げて4の字で、伸ばした左足曲げて、膝は外に出したら三角形ができるので、ここに右手入れて、左膝捕まえる。左手でも膝捕まえる。足の上でも下でもいい。で、捕まえた膝をもも寄せてくると、右のお尻にほんのりストレッチ。あと微調整したらいいです。ちょっと特に膝痛かったりしたら、膝痛かったりしたら足の位置変えたりして、膝痛くなく右のお尻ストレッチかかるとこ、持ち方も探してみて。これが正解という持ち方別にないです。じゃあ右のお尻のストレッチと深呼吸。ポーズでというよりも、深い呼吸とお尻の筋肉が固まってたんだなという、その感情で緩めてみてください。もうこんなのニュアンスしか伝えられないです。もう自分にしかできないです。じゃあ吐き切ったら逆いきましょうか。両かかと天井を今度左足曲げて、伸ばした右足も曲げて、曲げた左膝は外を出して、三角形に左手入れて、右手でも膝捕まえて、もも寄せる。今度左のお尻ストレッチ。足の角度とか奥位置微調整して、膝つらくなくお尻ストレッチ。きつすぎない方がいいですね。きついと副交感神経優位になりにくいです。アクティブな交感神経も悪いものじゃないし、必要だけど、少なくとも今はもう必要ない時間で、呼吸の音聞いてると副交感神経優位になりやすいです。普段聞いてなかった人、呼吸の音よく聞きます。じゃあ吐き切ったら足ほどいて、転がって起き上がりましょう。じゃあ安楽座、足重ねないあぐら、背骨まあ、まっすぐな方がいいけど、頑張りすぎない程度。手の甲が膝かももの上。二呼吸ぐらい深呼吸。深呼吸すると背骨が伸びやすいです。あと嬉しい時で人間シャキーンって伸びますね。それ自律神経と関係してます。呼吸の音聞いてることとすごく関係してます。じゃあ足の裏と足の裏合わせて、膝の角度は別に問わないです。これ人それぞれだからね。で、足の裏つけた方がいいです。で、手で足の裏剥がれないようにこう指絡めて組んで固定して、
若干背骨伸ばしておいてください。無理なく。で、足の付け根パッタパッタと動かす。股関節ね、ストレッチというより刺激する。痛くないほど。深呼吸は常に、いや、むしろその深呼吸の方が大事なぐらい。動き止めたら吸う息でもう一回ちょっとだけ背骨伸ばして目線上にしといて、吐きながら前へ倒れていって、腰痛くない人おへそを見て背骨丸めてください。で、この首の後ろもこう皮を伸ばすみたいな感じ。股関節と背骨曲げる。首の後ろも伸びを感じる。やると腰痛い人はこう頭上げといて、それでも痛かったらちょっともっと起こしたらいいです。深呼吸と足の付け根、これ股関節ね。自律神経乱れてると股関節硬くなりやすいです。今股関節ほぐしながら良い気分になってます。なってますか？心地の良いイメージ、あったかいイメージ、柔らかい呼吸が体の内側巡ってるイメージ、血液とともに。引っ張るわけじゃなくて自然に緩むのをこう観察します。体には今はちゃんと見てるよっていう、そういう声をかけておいてください。そしたら緩むかもしれないです。吐き切ったらゆっくり起き上がって、安楽座で一呼吸。じゃあ四つん這いになります。骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、自分の吸うタイミングで背骨反らして目線が上。腰ばっかり反らさないでね、特に痛い人。吐くとき丸める。背骨全体、ヨガ鏡がないけど、じゃあ吸って反らして、鏡がないけど自分の感覚でちゃんとわかるはず。吐いて丸めて、これ呼吸のリズムで繰り返してください。キャット&カウと言います。無理する必要はどこにもないです。背骨の骨一個一個がどこもサボってなく、どこも無理しすぎてないのは鏡なくてもよくわかります。いや、むしろ鏡あった方がややこしいです。鏡見てわかんないことが、目を閉じてた方がよく分かったりします。背骨動かすと自律神経整います。だけどそれよりも気分が大事。気分で自律神経が整います。背骨まっすぐで動き止めて、じゃあ背骨ねじりますね。逆でやります。左手、これが左手で、左手差し込んで、左こめかみがマット。そしたらこう向かい合えますように、僕とね。で、右手を天井、鏡だと思って、上げた手の甲を左の骨盤、遠い方の骨盤のグリグリに当てて、右肩を回すと背骨がツイストされる。で、深呼吸。差し込んだ手の甲でもマットちょっと床が押すと、ねじり深まるけど、それは無理、辛いんだったら無理する必要ないです。まっすぐな背骨できるだけね。で、深呼吸を背骨の真ん中通します。呼吸があんまり苦しかったら緩めたらいいかもしれないです。緩めた時に呼吸心地よかったら、きっとそこの方が自分にとってベストなとこです。背骨ツイストね。吸うタイミングで右の指先天井戻して、吐くタイミングで下ろしてきてください。四つん這い。今度逆ね。右手差し込んで、右こめかみがマット。前から見たらこんな感じ。左指先天井で、上げた手の甲を遠い方の骨盤のグリグリ当てて、上げた肩をちょっと回すと背骨がツイスト。今度は左にツイスト。深呼吸の音は聞こえますか？
深呼吸って今日一日どれぐらいの時間聞いてたでしょうか。まあ、なかなか聞く時間がないのでヨガの時はよく聞きます。なんでこれで自律神経が整うのか僕にもわかんないけど、でも体は数分できてます。人間は数分できてます。じゃあもう集中してリラックスして聞くしかないです。それ以外に方法ないかもしれないです。指先天井戻して顔の前ついて、じゃあ四つん這い戻って、足指ついたらダウンドッグ、膝裏ストレッチ、膝曲げてもいいし心地いいストレッチ、体は逆さまで深呼吸、逆さまでも呼吸の時聞く、体逆さまってある意味とんでもないことになってるのに呼吸の時聞く、腕がプルプルくる人もいますでも呼吸の時聞く、そんぐらい大事。吸う息プランク、体幹使ってるのに呼吸の時聞く、吐く息膝下ろして胸と顎をつく、まあ胸はつけられる人だけ、吸う息でうつ伏せから足の甲をついてコブラのポーズ、背骨全体がアーチ、目線が上で、吐く息ダウンドッグで、次吸う息右足を両手の間、こう手を使ってもいいしよく前後に開いて、吸い切ったら吐く息で後ろ足も揃えてきてマットの前で前屈、膝曲げての出る両手ついて、吸って起きて頭の上合掌を、吐いて胸の前、これ全体が深呼吸のリズム、何呼吸が起きます。ヨガ音楽のリズムじゃないんですね、深呼吸のリズムです。だから聞かないとやりようがないです。よく聞こえてますか。深く吐いたら吸って両手頭で合掌、吐く息前屈、じゃあ今から全身がほぐれる太陽礼拝ね、吸って右足を大きく後ろ、大きく後ろ、足前後に開きたいので、ね、吐く息ダウンドッグ、両膝の裏ストレッチ、吐き切ったら吸いますプランク、これ全体が深呼吸です。吐く息膝胸顎つく、胸はつけられる人だけ、吸う息でうつ伏せからコブラのポーズ、心地よくアーチで、吐く息でダウンドッグ、ここで3から5呼吸を置きます。どのポーズも無理する必要がないです。痩せ我慢して心地よくなかったらヨガやってる意味がないです。吐き切ったら吸う息右足両手の間、よく吸う、吐く息前屈マットの前、よく吐く、吸って起きて頭の上合掌、よく吸う上見る、吐く息胸の前下ろしてきて、逆ね、吸って頭の上で合掌、よく吸えますか、吐きます前屈、よく吐けますか、吸って左足を大きく後ろ、形よりよく吸う、吐く息ダウンドッグ、膝がどんだけ伸びるかよりもよく吐く、吸いますプランク、ポーズが綺麗かよりもよく吸う、吐く息膝胸あごつく、全部吐く全部吐く全部吐く、吸って小腹のポーズ、脇閉じる、目線上、吐く息ダウンドッグで、じゃあちょっと呼吸、体力も柔軟性も人それぞれあります。でも同じことをしてます。呼吸聞く、そんだけ、吸う息左足両手の間、吐く息で前屈マットの前、吸って起きて頭の上合掌、吐く息胸の前、ちょっと呼吸、手のひらと手のひらの感覚、これを五感で感じます。どんな冷え性の人も体温ってあります。血流悪い人も心臓動いてるでしょ、呼吸浅い人も呼吸の音聞こえるでしょ、全部同時にこれすると自律神経整います。深い呼吸ゆっくり聞いてると副交感神経優位になります。これするとどういうわけか、よく寝れるようです。なんでかわかんないけど、どうしても知りたい人は自分の体に聞いてみてください。なんでこんなに大事なのって。次吸う息両手頭寝て合掌、吐く息前屈して
今度はお尻もしゃがみ込んで、じゃあ今から一番大事なポーズ、シャバーサナ入ります。電気暗くしたい人は暗くしてから仰向けになります。マットに仰向け、腰が痛い人は膝を立てて目を閉じて、呼吸は普通の呼吸、ヨガの特別な難しい呼吸じゃなくて普通の呼吸します。誰だってできます。いつだってできます。体はそこにあればそれでいいです。体がそこにあって呼吸します。それ以外は別に今必要ないです。そういうポーズ、シャバーサナ、すごくすごく大事なポーズ。シャバーサナを続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は膝立てて右に転がって起き上がって安楽座戻ります。ではこれで今日のレッスンを終わりたいと思います。ヨガに興味がある人、僕はメールマガジンや LINE 公式やってます。
自分で言うのもなんですが無料とは思えないぐらいのコンテンツを発信してます。ぜひ登録してくれると嬉しいです。ヨガの先生になりたい人はオンラインでも受講可能なヨガインストラクター養成講座を開催してます。ヨガの先生にはヨガの誘導の電子書籍もプレゼントしてます。詳しくは概要欄参照してください。オンラインでもリアルでもいつか皆さんにお会いできたらなと思っております。他にも動画たくさん出てるので見てくれると嬉しいです。ではお会いできる日を楽しみにしています。